親知らずは若いうちに抜いた方がいいというのは本当ですか？はい、歯の表面がお口の中に出てきているような、要は生えてきている親知らずに関しては、早めに抜いた方がいいと思います。というのは、親知らずは今のね、現代の人の骨格では、ちゃんと生えるっていうケースは非常に珍しいですから、その親知らずが例えば虫歯になったり歯周病になったりしても、もともと機能する歯ではないことが多いので、別に早かろうが遅かろうがそういった点では変わらないんですけども、その親知らずがあることでその手前の歯が、虫歯になっちゃったりとか歯周病になってしまうという原因になることがあるんですね。でなので実際に手前の隣の歯が、問題を起こしてから、抜歯というふうになるとですね、手前の歯の治療もが必要になったりとか、手前の歯の予後がですね、長期的な予後が悪くなる可能性があるので、そうなる前に、実際に問題を起こす前に抜いておいた方がいいというのは、一般的に言えると思います。で特に女性の場合は妊娠出産とかでですね、ホルモンのバランスが、変わるようなライフステージがあるんですけども、そのタイミングで歯茎が腫れやすくなったりとかっていうのがよくあるんですね。でその影響で親知らずの歯茎の周りが腫れてしまったりとかいうのは時々起こりうるんですけども、妊娠中期とかね、安定期の時には外科処置をしたりとか、投薬したりすることが可能な場合が多いんですけども、ただごく初期だったりとか、本当に、出産直前の、後期の時には外科処置もしくは投薬が、できない場合も多いので、我々ももう手を出すことができないっていうケースがあるんですね。痛みが出てたとしますね。なので特に若い女性の場合には、そういう妊娠出産の前に、抜いておいた方がいいというふうには特に言えると思います。でただ早ければいいっていうわけでもなくてですね、まだ完全に埋まってる場合だったりとか、あとはまだ全然生えてなかったりすると、この骨の中に走ってる神経に親知らずが近くなってる場合もありますから、そこをね、わざわざ切って骨削ってほじくり返すのは、結果的な侵襲が大きいので、ある程度生えてきて、出てきてから、早めに抜歯をするというふうな判断基準で、よろしいと思います。ありがとうございます。